はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあついに禁じられた力解放する時が来ました。聖リュウですね、制限復帰レドックスと、タイダル来ましてですね、聖リュウモンスター全部入れられるようになりました。こんな時代が来るもんですねというところで、まあ当時ね遊戯をやっていた方であればマジとなるかもしれないんですけども、正直ね、まあ、令和の現代遊戯王において使っってみた感想なんですが、言うてねそこまでですねもっとパワーカードはたくさんあるなと現代遊戯王においてはね、はい。で、まあ、だからこそ許されたっていうところがあると思うんですけども、これどういうギミックかっていうと、一応ですね、まあ、ブラスターが書きテキストがすごく分かりやすくなってるんで読んでいくんですが、 1,2,3,4 ありまして、こいつらの効果はその 1,2,3,4 で分かれてるんですよ。すげえ分かりにくいんだけど、レドックスとかこれ見てテキストマジ分かりにくいよこれ読みにくっていうところなんですけども、ブラスター君の効果が読みやすいんで読んでいきましょう。てかだからこの回だと、同じ属性の自分と同じ属性のモンスターを捨てるとフェイトのカードを対象として破壊できる、これがこういう効果になってますね。聖竜、まあいろんな効果あります。レドックスであればなんか墓地からモンスターを特殊召喚するとかね、タイダルであればなんか愚から埋葬するとか、なんかそういう感じの効果ですね。で、2番目の効果で、ドラゴン族か自分と同じ属性のモンスターを、手札墓地から、除外すると手札墓地から出てこれると、簡単に特殊召喚できるレベル7というところですね。で、このカードが特殊召喚されていると相手のエンドフェーズに、手札に戻すという効果と、あと4番目、除外されたらデッキからドラゴン族かつ自分と同じ属性のモンスターをサーチできる、まあ、だから聖竜で聖竜をサーチできるというところで、まあアドバンテージを一応回復して戦っていくっていう感じの、効果になっています。で、聖竜デッキとね相性がいいギミックっていくつかあるんですけども、まあ、今回持ってきたのは、草トリラですね。まあ、他にもねアームドドラゴンとかは結構ドラゴン族で数属性で割と手札から捨てるとなんかいろいろ効果が発動できるんで結構強かったりするんですけども、まあ、単体性能が高い効果が草トリラと組み合わせております。こいつらも属性が地炎風なんで基本的には、なのでまあ個性流と相性がいいんですね。で、個性流っていうのはどういう効果かっていうと、ドラゴン族か、自分と同じ属性の、モンスターを手札からぶん投げると、デッキからその親を出せると、だからバーナーであればブラスター出るし、ライトニングであればテンペスト出るみたいな、そんな感じの効果なんですけどね。この感じの効果を使っていってどんどんレベル7を盤面に並べていくというところですね。まあ、ちょっと手札消費激しいんですけどね、この個性流は。まあ、だからこそアームドラゴンとかとは相性がいいんですけど、そういうギミックを使ってレベル7を2体並べるとですね、このスターシップギャラクシートマホークが出せるんですよ。まあ、こいつが一番その展開力あるし強いんで、まあ、現代遊戯王これが成立するとバカほど盤面伸びるじゃないですか。だから今日はこのトマホーク型にしておりますというところですね。で、クシャトリラーのギミックを入れたかったので、僕は、このバースとか、あとパライドスでサーチできたり、まあ単体性能が高いっていうのもあるんでね、フェンレルユニコーンは。なので、こいつを入れたらちょっと枠がなくなっちゃって、アームドラゴンとか入れてるわけなくなっちゃったんですけど、まあ、多分クシャトリラーとか抜いたらアームドラゴンとか入れられるかもしれないですけどね。はい。で、何するかっていうと、まあ結局これですね。はい。一番強いんですよ。正直、ドラゴサック出して、なんかドヤ顔エンドして勝てる環境じゃないでしょう。だから、その、まあ、ブラスターとか、その、タイダルとか、いた頃のあの時代の、なんだろうな、組み方は多分できないと思いますね。弱いと思います、その組み方は。なので、まあ、このカードのパワーに託すという感じで、今日は、この、こいつらを使っていこうかと思ってますんで、はい。早速、やっていきましょう。全開放はすごい。デュエル、スタンバイ。いや久しぶりに多分これ皆さん使ってるんじゃないですか、聖竜とかいうカードね。僕はちょっとその時に遊戯王やってなかったので、ちょっとあんまその事情が分かってないんですけど、ぶっちゃけまあ過去と、まあ、動画とかは動画とか記事とかいろいろ確認し、あ、増字 OK は確認してたんですけど、やっぱねあの頃のね遊戯王と比較するとパワーが500億倍ぐらい上がってるんで、今の現代遊戯王ね。正直その聖竜でなんかドラゴサック出すとかそういう次元では勝てないかなというところはありますね。ちょっとこれ増殖してて捨てるしかないですね。個聖竜はね手札こうやってバンバン使うんで、まあ、そこはちょっとねっていう。でこれダブルチンコの輪切り出して、でトマホーク、トマホーク通りますか。通らなかったらサレンダーです。これな、
あれなんですよ。あ、通った通った、よし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 、やぶれ通った。あとは、2ミリもサレンダーでーす。そうなんですよ。弱点めちゃくちゃ多いんですね、このデッキ。めちゃくちゃ多いけど、まあ、その代わり、天下が通った後の、リターンはめっちゃでかいっていう感じですね。IP マスカレーナ、ここね、最初アナコンダ、最初っていうか、昔はアナコンダとかにしてたんですけどね、ちょっとね、デッキの枠取りすぎるんですよ、メインデッキの。ね、事故って、だから反動が弱くなるんで、メインデッキの。なんでちょっと私は今回はちょっとマスカレーナにしてるんですが、マスカレーナにしてもね、リトルナイトが来ないとちょっと本領発揮しないね。これ手札コスト言うんだよ、結局ここから手札コストないんですよ、多分基本的に。これ整理打ちを除外するとモンスター持ってこれるんですけど、そこジェットシンクロで切っちゃうんで、ちょっとねここね、まあこれちなみに一応アナコンダにするとミラジェードが爆誕しますので、まあ結構それはそれ強いんですけど、メインデッキが圧迫する。はい、でオライオン特集レベル7、2体になったらね、多分ね、これが一番強いと思う、正直。うん。まあ、もちろん、クシャトリアと合わせるとかはあるのかもしれないけど、もうちょっとクシャトリア要素強くするとかね。うん。ただ、結局、展開通ったときは、この、モンスターが一番強いんで、まあ、とりあえず、まあ、こうですね。はい。これが一番強いと思います。で、アクセルシンクロンの効果発動して、ジェットシンクロンを墓地送る。で、レベルを下げます。でレベル6のトークンにレベル4のアクセルシンクロンをチューニングしていく。バロバロバロネつき渡していく。ゴー。オッケー。で、除外される、なんかあんの相手、なんだこれ、なんか光ってるの、あ、優先権が鳴ってるな。召喚ムービー見てんのかな。で、遠征竜ブラスターレド、いやー、どっちだろう、これチンコの輪切りか、ダブルチンコの輪切りを出していくと、一応炎属性が回収できるか。これブラスター除外するしかないから、ブラスターと、まあ、増字でいいか、どうせ使わねえし。これで、特殊召喚して、で回収してって感じでね、こうして、これクシャトリアから入ってるとね、めっちゃ強いんだけどね。でブラスター効果、炎属性ドラゴン属モンスターを手札に加えることができる。でこれで、もう一発ブラスター持ってきて、ジェットで切って次のターンに蘇生すればいいんじゃないでしょうか。これは一応ぐるぐるしてるんで、まあ弱くはないね、この動き自体は。はい、で、あ、これアドバンス召喚してランク7もできるね。、はい、アドバンス召喚してランク7も一応できる。で手札消費激しいな、このデッキ。古生竜ってね、そうなんだよね、古生竜めちゃくちゃ消費激しいから。で、ルイキューピット出して、マスカレーナあんま意味出してない。てか、俺、レドックス攻撃表示出しちゃった。ちょっと待って。やべえ。なんか、守備力3000で攻撃力が1600のレドックスをなぜか攻撃表示出すっていうゴミみたいなプレミアした。まあいいか。ここと、ここで、バレルロードサベージ。はい、バックトン。OK。ニメコアの強いですね、普通にね。で、バレルロードサーベージドラゴン効果。で、一応、超雷竜が、出せるんで、除外してあるからね、ジェットシンクロか。あ、バルドレか。おー、バルドレ。バルドレだるいな。この敵のね、言い忘れてた。この敵のいいところ、あのね、あんまりベースだと効かない。あんまりってか、ほとんど。まあ一応、闇属性、光属性は行くんだけど、墓地に。行くんだけど、大したことないから、その除外されても、至れてないんで、だ全然大丈夫。ベースセットに強いっていうのは結構いいところかなとは思いますね。で、先に割ってからか、これ。こうして、まあ、出てきたら割ればいいか。出てきたら割ればいいな。遠征竜ブラスターを除外ゾーンから戻しながら、エネメシスコリドーを特殊召喚していく。OK。で、なんか出てこないな。何も出てこない。とりあえず割るわ。割って、で、超雷竜、サンダードラゴン出して、サーチ効かないよっていう状態にして、で、ここにちなみにクシャトリアとか、まあ、もう一体青竜が出せると、さらにボルニゲシが追加される感じですね。ボルニゲシとか、あと、まあ、シャングリラとか、ランク7のモンスターがね。まあ、これでエンド。まあ、ちょっと手札全部使いましたけど、はい。まあ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 。まあまあ、手札全部使ってるんで、マスカレーナはほとんど意味ないですけどね。これマジでリトルナイト欲しいな。リトルナイト、
ちょっと早く来んねえかな。セイファート、大丈夫です。セイファートこれ使えなくね、これ超雷雨いるから使えないの、これね多分。超雷雨いるからセイファートの効果一切発動できん説。サロニーいるか、これアンゲルとか言われんのうざいか普通に。これちょっと破壊するか、別にいいよこれ、こいつ破壊していいわ。サロニーいる、バクハアンヘルって言われるのがうざすぎる。光雨アンヘル出てくるとちょっとね、さすがにね、なんか盤面結構崩壊するから効果受けねえし、あいつルベリオン墓地送りはいい。リボルブードセクター、なるほど、いいですよ。リボルブードセクターは OK です。でセクター効果発動するってこと、これじゃあ手札すぎるじゃん。ああバレットだじゃん、あれあれバレットだ。じゃあ無効にすればいいか。これでもう無理じゃない。でモンスターには並ばないんで、多分あれこれ超換気使ってるから、なんでまあこれは多分ストップせざるを得ないですね多分ね。はい、よし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 、メイフェスルマ、まあ、一応打点で殴られちゃうから、ユニコーンを出すか。ここがな、ユニコーン出すけど手札コストねえのゴミなんだよな。リトルナイトくださいと言ってること、まあ、アナコンダにするとさっきも言ったようにメインデッキの枠を2枚圧迫するんで、そこが問題点ですね。はい、あとエクストラデッキ枠も圧迫します。まあそれを何加味しても余りあるパワーなんで入れた方がいいかもしれないね、これね。アナコンダでもいいかもしれない。ここマスカレーナはリトルナイトが来たら多分マスカレーナでいい。エクストラ枠とね、メインギミックデッキの、ね、枠結構食うんですよ、楽園ギミックって。なんか最近ね、アナコンダ出張パーツが割と話題にはなってますけどね。はい、で、ドラゴン族モンスターをちなみに墓地からどんどん蘇らせることができるのがレベル7のね、これがセーリーというところですね。はい、で、2体のモンスターでブルニゲッシュ出して、まあ、何でもいいんだけどね、ここでボルニ出して、ドラゴン族を含んでるとボルニゲシュが表側のカードを破壊する効果をフリーチェーンで打つことができるようになるんで、まあ清流デッキのまあ最強カードといったところですね。で、叩き割りのボルニゲシュで相手のカード叩き割りので、打点上げのでいいかな。さあ、2枚のエクシー素材を使い相手のカードを破壊、そして打点をアップ、うわっプルルルルルルル、超雷雨いけー、対戦ありがとうございました。結局ね、やっぱねトマホークがねいっちゃん強い。ラバゴ芸人できるんだこれ。え、これハンド強くねハンド強くね、これゾウジウララララバゴって結構強いんだけど、これちなみにこのデッキは超関係使わないで動けるんで、あのラバゴはまあ言うて相性はいいですね。すごくスリーピンモリ、いやーこれウララでうらら打ちます、はかな打たれましたの後にゾウジーがいいんじゃねえの。いやこれゾウジーから打つとさ、はかなって言われるかもしれないし、うららって言われるかもしれないもんね。ここはちょっと打ってください、あのはかなを、あ打たれない、はかなを打たれない、はかななしなしかどうかかんねえか。でもこれいやーちょっとゾウやめてほしいな。いやここにゾウジーなんだけどさ、ここに掃除なんだけど、順調に手札1枚1枚交換させられてんだけど、あーオッケー通った、でかい、この掃除はでかい。一応多分2枚くらいはドローできるかな。じゃあ多分最低限、まあ、リープ構えられたとしても2枚は多分ドローできるから、なんとかな。あでもこれあれか、ラバコできないな、これもしかして。いやラバコできないかもしれんな、これ。いやでもでんそうだな、ラバコできないかもしれんな。マイフレンドでも、あでもデリシャスデリシャスどうすんだろうこれ。でも速攻魔法が何枚あるかな、あと相手の手札に。ちょラバゴできるように2体並べてくんねえかな相手でマイクレンドからの、まあ多分これデリシャスですよね。でもデリシャス2枚になってるから、これ外れる可能性ある、ワンチャン。外れる可能性ある、ワンチャン外れろいやこれな、3分の2で当たるからけど、3分の1で、あえこれ外れたんじゃない、これ外れた説あるでしょこれ。エフェクトベイラー、なるほど、はい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 。いやこれ外れてんじゃねえかな。でピュアリー効果発動、はいはい
はい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 。でスリーピーを回収。これどうすんだろうな、未来流を行くのかな多分。それとも G 通ってるからビューティーなのかな。まあ、G 通ってるんでこれでかいですけど、あの2体並んでるわ、モンスター。やった、ビューティー。はい、これ未来竜王まで行って手札増やさせてくんねえかな。テンペスト来た。いやこれ、これ結構、あ、いける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 、なんかいけそうな気がする。これはラバゴ芸人聞くもんね、圧倒的に。でマイクレンド回収されたところでこのターンでキル取れればいいんだろう、一応取れそうだけど、なんかわかんないけど、ちょっとわかりません。こっからはやったことがないので、真剣攻めでやってない展開になりますこれ。はい、マイフレンドどうぞ。相手によって、クシスモンスターがフィールドが離れるので、速攻魔法が回収されて2枚回収まで入る。 OK OK。 いやデリシャスなかったのでかかったの、マジで2枚になってる弊害でかいでしょこれ。でクシャタリラフェンリルを特殊召喚で、フェンリル効果発動。これまあまあバーサーかユニコーンでいいのかな。バーサーでユニコーン特殊召喚、まあ多分ちょっと、あ、いやこれライジだったかな。あ、ドロールキモ。まあでも1億シャトリラフェンレルで除外できるか、相手の相手のラバコ、相手のラバコ除外できる。いやこれライズハートだったか、間違えたかこれ。いやでもモンスターは結構並ぶぞ。遠征竜バーナー効果発動します。バーナー効果でライトニング、まあ、あんまどっちも関係ないのか、効果あんまりどっちでも結局消費はあんま関係ない気がするな。でこうで、こいつは個性竜で出てきてるから攻撃ができない。でテンペスト効果、墓地から除外して、墓地の手札から除外して、特殊召喚される。オッケー。でバース発動、ユニコーン帰ってくる。ユニコーンで吸収するカードは、吸収するかサーチするカードはもうねえな。いやーこれライズハードだったな絶対。ここライズだった、ごめん、絶対ライズだこれ。これライズでユニコーン除外してバースで蘇らせるとこれマジでミスった。これキル取れなくね、これキル取れなさそうだなキル取れなそう。どのランクなら出しても展開伸びねえもんなこれ。うざ、いやミスったこれ。あーブランプでいいか。いやこれ、いや、あライズだったら多分いけたかこれ。1200でしょ。いやこれライズだったね。いやマジでこれライズだったわ、ミスった、マジで。いやまあでもこっからトマホークしたらいいんじゃないかっていう説あるね。こっからトマホークして分からしたらいいんじゃないか説まあギャラクシートマホーク爆弾させて、で効果発動しましょう。でオーバーレイニット2個使います。ホイトでホイト、まずはラドンをかまして、ほい、これ枠ね、あの3枠あれば一応トマホーク展開は一応できるんで、はい、レベル7体から妨害をある程度作っていくという動きは一応できます。はい、でデッキから幻獣機モンスター特殊召喚します。ほいほいと、で出てきます。でレベル5シンクロします。アクセル、これがあれですね。一応ほら、トマホーク止められても一応ラドンでラドンは出せましたみたいな時にやる展開ですね。オライオン、これ見せられてよかった一応。まあ、この程度で負けるかもしれないからあれだけど。いやー相手どうなの、手数、まあ、速攻が2枚あるんでね、相手ね、手札にね、まあそこは問題でありますけどね。でこれ下げます。はい、で、7シンクロします。はい、7進してよいしょ。でマスター出して、でジェット効果使って、ライトニング墓地送って特殊召喚します。はい、よいしょ。
でシンクロ召喚ルイキュービットで、このルイキュービットのレベルを下げれば銃ができるんで、はい、こうでね。でルイキューシンクロ召喚効果レベル下げる、で銃シンクロバロネス OK で、こうして、はい、で本来であればここで超雷竜が出るんですけど、ちょっと能力やってるんで、サーチが入んなくて、てかあと200じゃんマジで惜しいめちゃくちゃ惜しかったわ、あと200だった、あと200マジか。ちょっとテンペストはいいや、テンペスト置いとこうかな、テンペスト置いとくか、テンペスト置いとった方が強いなこれ多分。でこうして、でこうで、ランク7ボルニゲシュ、これテンペストあれだな、テンペスト2枚入れるわ、ちょっと重いかなと思って普通に1枚でいいかと思ってやってたけど、普通にテンペスト2枚やったら2枚サーチできるから2枚は強いっすね、聖竜ね。テンペストは2枚入れる絶対マジで、忘れるな、たまにね、これデッキ調整してると忘れんだよね、これドロフェゾージテンペスト2枚入れるメモ帳に書いとこう。まあこれ一応フェンリルの妨害とバルネスの妨害とボルニゲシの妨害で割と妨害数はまあまああるっていうね、はい。あと残りライフ200だったわ、マジでミスった、これ絶対ライザーだとワンキル取れてたわ、はい。で手札捨てる、ピュアリープ捨てる、あピュアリープうざ、ピュアリープ捨て強くね、俺これピュアリーなんかバースで除外したろと思ってたのに、ピュアリープ捨て強くねえか、まあちょっとバースはどうするわ、速攻魔法除外しとったらいいかな、どうせピュアリープで、チェーンされて多分なんかこのケモナーは全部戻っちゃうんだよな、本当はケモナー除外しちゃったんだけど、やべ時間ねえ、まあこれでいいんじゃないか、とりあえず全部除外するわ、もうなんかあと何を除外しても変わんねえから、スリーピープリティーマイフレンド除外、はい。で復帰頭部で、これで一応リリーの変身効果はなかなか厳しいものがある、でここでマイフレンド持ってこられてマイフレンド貼られる、フェンリルまだいいかな、フェンリルまだいいんじゃないか、これフェンリルはとりあえず出てきたらいいわ、でマイフレンドのサーチ効果はまあさすがにバロネスで止めるかな、ボルニゲシもいいか、はい、これボルニゲシでいいな、表側カード分かるゲームな、ボルニゲシ効果、ドラゴン族を素材にしてるとフリーチェーンで表側のカードを割れるという効果がありまして、これでマイフレンド叩き割れば、サーチが入らない、あと手札2枚、いやこれいけるぞ、これはいける、これはいける、多分さあかかってこい、さあどうする手札2枚きついんじゃないかなこれさすがに、スリーピーメモリー大丈夫で、これ出てきました、出てきました、手札捨てます、出てきました、出てきましたモンスターの効果をこれ普通に除外しちゃえば多分大丈夫だね、これで、まあ、何でもいいわ、これこれで、はいはいはいと OK で、加わりませんでしたと かわいそう、かわりそう、くらいませんでした、でフェンレル効果で吹き飛ばす、で白棒立ちかわいそう、よしこれはもらったちょっとミスったけど、やっぱラバゴ芸人したらピューにも勝てるのまあまあ強いだろ、うわーラバゴもなんもねえじゃんこれ、フェンリル芸人するしかないってこと、個性流全員集合してんだけどいやこれ水いらねえか、水あんまかぶんねえんだよな多分、まあドラゴン族はいるからまああれだけど、まあちょっと星流もうちょいなんか墓地から除外してる時にね、属性はある程度ね固まってた方がいいはいいんで、タイダルはまあ一応入れとくだけ入れとくけども、あれだな、そんなだな、儀式の準備はどうぞ、これ何サーチする、メガリス、おい儀式フェス終わったぞ、なんだメガリスオフィエルって、お前儀式フェス終わってるはずだ、ペンシルベルやべ強え普通に、これタリスマンだろうな、これ多分 OK タリマン、ペンシルタリマン了解、強いっすね普通に、
でタリマン効果で、消しゴムさん持ってくると、でファレグ効果発動してサイバーエンジェル弁天リリース、うわリリースは強っ。でメガレスオフィエル、いや強くねえかおい。まあただマジンギールとエクストラデッキからモンスター出てこないが、弁天の効果デクラディバイナーとかなのかな。バニティエレーラ、え？え？バニティルーラーやばくない？バニティルーラー、あいつ消火器使ってねえな。いやもうフールはどうでもいいんだけど、え、ちょ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 、待って、ちょ、待って、やばいって、それはあかんわ。ブラスター、ロバコ、いや無理、出せない、何も出せない。やばすぎる。相手だけモンスターを特殊化ができない。終わってるマジでこいつ。終わってるマジで。マジで終わってる。いやこれいっちゃってんだよ、この特殊化封じ系のモンスターの中でバニティルーラーって。これなんでやってるとさ、自分は特殊化できるんだあれ。いやねこれ個性流セットしかやることないってマジ俺。やばい。メガレスクールの効果。いや4級バリティは無理、4級バリティは無理、最強デッキかよこれ。あったおかしいだろ、4900のバニティルーラーあんだよ。